私の名前は福田晴美、バツイチの会社員。これから話していくのは、まだガラケーが主流だった頃、エネミーだった私が覚醒した後、元夫に完全勝利をした修羅場の話。夫哲夫とは2年の交際を経て結婚。一緒にいて楽しくて優しい夫と、このまま幸せに暮らしていけるとそう思っていた。哲夫さんは今日もまた飲み会か。最近2人の時間が持ててなくて寂しいな。しかし結婚2年目あたりから出張や飲み会が増え、頻繁に家を空けるようになった夫。そして夜中の帰宅、朝帰り、出張と言っていた日に市内で夫の目撃情報があったりなど、明らかに浮気をしているような不審な行動も多かった。当時の私は気弱で、夫に対して言いたいことも言えず、夫の言いなりになっていたエネミーだった。浮気を問い詰めるどころか、夫に対して給料明細を見せてとも言えず、共働きなのに生活費のほとんどは私持ち、新車を買うなど大きな買い物をするときも私の意見は無視、自分の好きな車を買うのに購入費は折半。離婚したら私の負け？でもどうしたらいいの？こっそりと盗み見た浮気のラリラリメールが盛りだくさん。浮気相手は会社の部下だった。離婚はしたくなかった。離婚すれば夫にも不倫相手にも、そして自分にも負けてしまうと思っていた。ねえ、また原田さんっていう人と飲みに行くの？何もないよね。は？上司と部下なんだから飲み会や打ち合わせが当たり前だろ。つまらない詮索するな、鬱陶しい。でもこんなに頻繁に出かけるなんて。うるさいんだよお前は。俺の付き合いに口出ししてくるな、ボケが。浮気を疑うことを言えば逆切れ、暴力を受けたこともある。我慢に我慢を重ねていた私は精神的に参ってしまい、ガリガリに痩せ、正常な判断ができないような状態に陥っていた。ある日、私の異変を察知した両親と兄夫婦が家にやってきた。やつれていた私を見た母は泣き、父は怒りに震え、兄夫婦は呆然としていた。そんな下道など見切りをつけてうちに戻ってこい。お前があの男に虐げられるために結婚を許したんじゃない。そうよ晴美、このまま不幸になっていくのを見てられないわ。お願いだから目を覚ましてちょうだい。夫の不倫と夫から邪険に扱われていることなどを告白すると、両親からの言葉に涙腺が崩壊し、その場に泣き崩れた。いろいろと冷静になり、頭の中を整理したとき、夫への愛情は残っていないことを理解、そして離婚イコール負けだという考えが自分自身をがんじがらめにしていたことを自覚した。家族の言葉に覚醒し、私は離婚を決断した。離婚するならクソ夫にも不倫相手にもきっちり落とし前をつけていただこう。不倫と私への精神的嫌がらせ行為の証拠集め、更新所へと弁護士への依頼は私が一人でやることにして行動を開始。家族は手助けしてくれると言っていたけど、決別すると決めたなら自分の力でやる方が後悔もないだろうと後方支援だけお願いした。やるなら中途半端はダメだぞ。やるならヒクソンが船木に完全勝利したくらいでやれ。ヒクソンってあの格闘家のヒクソングレイシー？アツシ、アルミちゃんに試合のビデオ貸してあげたら？ああ、そうだな。その試合を見たら俺の言っていることがわかるぞ。戦う決意をした私に格闘技マニアの兄がそう激励してくれた。そして兄に借りてヒクソンの試合を見せてもらったら衝撃。人が目を見開いたまま出身するのを初めて見た。兄よ、これを私にやれというのか。それから夫の目を盗み、携帯と PC にあった不倫ラリメールは全て転送保存。車でのデートが多かったので GPS も設置。証拠集めと同時に更新所と弁護士探しをしていたのだが、思いのほか大変だった。何度目かのところが当たりで、その更新所と契約。いやー、すごいですね。奥様がプロ顔負けの下地を作っていたから楽に調査できましたよ。まさにお見事ですよ。 GPS をつけていたから動きは分かっていたし、相手の住所も名前も知っていたので最小限の調査期間で済んだ。デートの様子からホテルの出入りまでバッチリ撮影してもらった。更新所の所長さんからお褒めの言葉をいただいたが、喜ぶべき？弁護士事務所もあちこち連絡したけど断られることが多く、何件目かでやっと私の意向を汲んでくれる弁護士さんにお願いすることができた。負けようがないくらい証拠が揃っていますし、存分に戦えますよ。奥様の努力の賜物です。準備が整う次第一気に行きましょう。はい、よろしくお願いします。担当弁護士さんから持ち込んだ証拠の数々に太鼓判を押してもらった。開き直ったせいか、夫とプリがラリメールしてようがデートしてようが気にならなくなった。生きる気力も湧いて、ご飯ももりもり食べられるようになった。あのさ晴美、最近忙しそうだな。ほら、息抜きに今度の週末久しぶりに一緒に出かけるか？忙しいから無理。私のことは気にせず、今まで通り好き勝手やってくれてていいから、私のことは詮索しないで。
不思議なもので私が平然と生活するようになると、夫は何かを察知したのか、私のご機嫌を取るようになってきて、とてもうざかった。今までみたいに行動してもらわないと、有席カウンターが回らないだろうが、このバカチンが。部下と仕事の打ち合わせに行ってくる。行ってらっしゃい、さようなら。まあ結局本能に勝てないお猿さん二人は、打ち合わせの名のもとデートに出かけていったのをお見送りした後、私は実家へ帰る荷造りに取り掛かった。実家で一息ついていたのだが、やり残したことが一つあったことに気づく。いけない、車の GPS 回収してくるのを忘れちゃったわ。それじゃあ取りに行こうぜ。どこに行ってるか分かってるんだろ。うん、お気に入りのいつものラブホテルにあるみたい。よしよし、善は急げだ、レッツゴー。ということで兄の付き添いのもとを取りに行くことに。訪れたホテルで、おほ、来たこれとはしゃぐ兄を、お前持ちつけとなだめる私。駐車場で夫の車を派遣、無事 GPS 回収。この車、私が費用半分持ったのに全然運転できなかったのよね。助手席もほとんどプリンが乗ってたんだよね。おお、それなら今運転しろ。本場の別れなんだから、お前がここで運転してやれ。ええ、下手にぶつけたら嫌だし。構わん、俺が許す。ということで、駐車場内限定だけど少し運転し、最初に止めていたところとは別スペースに移動。ペーパーだったのでライン通り止められず、思いっきり斜めに曲がってしまった。そんな状態に兄は、これで後から来たカップルが、何こいつら我慢できなかったのかっつって盛り上がるだろう、だと笑っていた。そしてキーロックして帰還。実家に戻ってホテルでの顛末を話し、家族で大笑いして盛り上がった。数時間後、夫から私の携帯に電話が頻繁にかかってきていたが放置。そりゃラブラブ気分でホテルから出たら車が移動されてるわ。家に帰ったら嫁がいないわ、焦るわな。俺は仕事で大変なのに、お前は勝手にどこ行ってるんだ。夫からそんなメールが来ていたが放置。実家に滞在しますって書き置きがあるから心配すんな。しかし、あくまで連絡は私の携帯のみで、実家の家電にはかけてこないヘタレ。なので俺様仕様な夫に倍返ししようと新たに決意を固めた。一夜が明け、改めて弁護士さんから夫へ接触してもらい、以後は全て弁護士を通すように通告。軽い気持ちだったんだ。愛してるのはお前だけ。ほんの出来心だったんです。許してください。私が本気だと知った途端、言い訳や取り繕うようなメールや留守電の数々。速攻で弁護士さんに連絡し、夫へ、連絡ダメだっつってんだろこら、と教育的指導をしてもらい、以後は静かになった。そしてかねてから打ち合わせしていた通り、プリンバカ2人に内容証明を送付。プリンには慰謝料請求単品、夫には離婚、慰謝料請求、財産分与のなんとお得な3点セット。内容証明が届いたプリは慌てて夫に泣きついたのか、何日も音沙汰なしだった夫から、彼女は無実だ、キリッといったメールが届いたことで、二人がまだ繋がっているということがバレバレ。接触ダメだっつってんだろ、守らないならこっちもやってやんぞこら、という内容をご丁寧な言葉で夫へ厳重注意。静かになりました。その後、慰謝料支払いの意思があるというプリと弁護士さんの立ち会いのもと会うことに。プリちゃんはガッキーを50回殴打して地面ですりつぶしたくらいのいでたちだった。ごめんなさい、でも上司である福田さんに無理やり関係迫られていたんです。私怖くて仕方なく。まあそれは大変、あなたも被害者というわけね。私が付き添いますから、今からでも警察行って被害届を出してください。ん？どうしました？私は無理強いされたであろう沖縄旅行も福岡旅行なことも知ってますよ。ん？ん？箱根旅行とかグアム旅行とか言ってたのも強引に誘われたからですね。ほら今すぐレッツゴー。プリは青い顔してブルブル震えて、白目向いて失神するまであと一歩。どうにか親には知られたくないプリとは、請求額300万だったが150万で合意。即日支払い。私の悪口とかで盛り上がってたり、夫がかなり貢いでいたのもあって徹底的にやってもよかったけど、今後夫との交渉が長くなるので早々と決着つけた。さて最後は夫との交渉なのだが、これまた平行線で話が進まず、夫はとにかく私と会って話したいの一点張りで頑張って会ってみることに。弁護士さんの付き添いもあり、思ったより落ち着いて面会することができた。メールの盗み見や更新所頼むなんてどんな了見だ。お前はやることが陰湿なんだよ、といった感じで終始ネチネチぐちぐち。自分の不倫、大なり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 、越えられない壁、大なり大なり大なり、メールの盗み見といった感じで反省の色はなし。不倫してなきゃ更新所つけられても焦る必要なし。ですが何か、離婚調停を申し出るつもりだから、それでもダメなら裁判も辞さないわ。なんだと？お前誰に向かって。誰にってあんただけど。何？言いたいことがあるなら言えば。
今まで集めた暴言暴力浮気の証拠書類は電話帳並みに厚くなってる。更新所所長さんや弁護士さんが太鼓判を押してくれるほどのものだ。負ける気はいたしませんとも。夫の横暴にビクビクしていたかつての私はもういないのだ。結局話がまとまらず持ち越しに。しかし終了直前に私は夫に大きな爆弾を落とした。あんた、自分は偉いすごいなんて自画自賛してるけど、不倫相手のユミさんの方が器が大きいよ。あの子、上司に無理やり関係を迫られたんだって泣いてたよ。あの子も被害者なのに、訴えないばかりかきちんと謝罪もして慰謝料もポーンと払ったよ。あまりに潔いから、私も慰謝料半分でいいよって値下げしてあげたくらいなんだから。それまで口に泡を飛ばして喋りまくっていた夫が絶句。ゆでだこのように顔を真っ赤にしていた。そして慌てて帰っていった。弁護士さんが、あれは確実に相手の方と揉みますねとつぶやいたように、夫の性格からして彼女に苦情電話するか突する可能性大。思いがけない効果を期待してワクテカ。結局調停や裁判が職場バレにつながることを避けたい夫から白旗が上がった。こうして離婚成立。希望額とはいかなかったが、500万のうち300万を即時、200万は分割で支払ってもらうことに。もちろん支払いが滞ったら給料差し押さえ、今後一切関わりを断つことも条件付き。なんで、どうしてこんなことに。はるみ、もう一度だけやり直し。死んでもお断り。すべては自分がまいた種、自業自得でしょ。もう二度と私の前にその醜い姿を現さないで。私の言葉を聞いた夫が膝から崩れ落ちうなだれている様子を私は冷ややかな目で見下ろした。かくして私は完全勝利を収めたのだった。その後、私の予想通り元夫からプリへの攻撃がすごいようで、同じ職場ということもあり表立って動かないが、裏からネチネチいびっているそうだ。それはあなたと福田哲夫さんの問題です。私は篠原さんの代理人です。篠原さんはご自分の足で私の事務所まで来て依頼をされた。あなたもご自身で弁護士を探して相談された方がいいのでは。なぜか私の弁護士さんのところに相談に来たらしいが、弁護士さんはそう返答し追い返したそうだ。結局プリは耐えられなくなって両親に不倫のことを暴露、相当叱られた後退職させられたとか。プリ両親から謝罪の申し出があったが、決着はついてるので丁重にお断りした。そして元夫からも弁護士さんに一度だけ連絡があったらしい。ようやく自分を冷静に見つめ直し始めたのか、電話越しでいつもの勢いはなかったそうだ。自分の浮気が招いた結果の恐ろしさを痛感している。できることなら晴美ともう一度やり直したいが、もう叶わないのが辛いです。チラチラ。数多くの離婚を扱ってきましたが、篠原さんほど離婚に迷いがない人はいませんでしたよ。まず復縁はありえませんね。弁護士さんが私との仲を取り持ってくれると期待していた元夫、無言になったそうだ。私、ヒクソンに近づけた。妹はヒクソン、嫁はミルコ。うわぁ。お姉さん頼もしいもんね。だがそれがいい。両親と兄夫婦には本当に感謝しかない。一時は生きた屍みたいだったけど、地獄をくぐり抜けてきた人間は強い、間違いなし。改めてそう感じることができた。人生の中で一番の修羅場だった。そして現在、スマホが主流の令和、私もそれなりにいい年齢になった。今日の約束大丈夫？いけそう？大丈夫、今日残業ないし行けるよ。了解、じゃあ予定通りに。楽しみだね。数年前、私は縁あって同じ年の現夫春樹と再婚した。子供はいないが、こうして週末は一緒に出かけるくらいには夫婦仲がよく平和に暮らしている。夫と待ち合わせの場所に向かう途中、ホストやキャバなどの多数ある場所を通りかかった。ん？あれは。お兄さん、どうですか？いい子いますよ、どうですか？客の呼び込みをしている人の中に、なんとなく元夫に似たような人がいた気がするが、そのままスルーした。当時元夫はそれなりに高級取りの会社に勤めていて、さすがに辞めてないはずだし。まあどうでもいいか。ごめん、待った？大丈夫、俺も今さっき到着したとこだから。じゃあ本日も一週間お疲れ様会とし、飲みに行きますか。行きますか。あの時覚醒し迷いなく行動を起こしたことが、きっと今の幸せにつながっている。隣でにこやかに笑う夫を見て改めてそう思えた。ご視聴ありがとうございました。また見てね。